ということでやってきました2部イエーイということで早速聞いてください。桃井春子さんでエンジェリックマジック。
今日は皆さんに大分のことについて知ってもらおうと思います。大分は温泉がたくさんあることで有名です。で、別府や湯布院温泉などがあります。そして今日は長湯温泉についてクイズをしたいと思います。長湯温泉はぬるいでしょうか、暑いでしょうか、当たったらいいことあるかもね。ということで、ぬるいと思う人、ぬるいと思う人、下ろしてください。じゃあ暑くて有名だと思う人、手を挙げて下ろしてください。正解はぬるくて有名でした。イエーイ。ということで、そろそろリトちゃんのソロに入りたいと思います。イエーイ。聞いてください。お邪魔時間にある。Yeah.
NHK の朝ドラのあまちゃんの曲なんだよね。ね。聞いてください。詳細のメモリー。見てください。せーの。